はい。
いや。もしもし？秋山さんですか？沢村です。いや、何かあったの？そろそろ堀江さんが警察から戻ってくる頃だと思うんですけど、電話しても連絡が取れなくて。うん、何か問題でもあったのかな？それが分からなくて、だからダイナチャへ様子を見に行こうと思うんです。それ俺も行こう。よかった。実は一人だと心細くて。じゃあダイナチアの入り口で待ち合わせでいいですか？ OK、 問題ないよ。じゃあまた後で。失礼します。
待て、逃げるな、逃がすかよ。ビビったか。やるよ。やりますね。申しません。痛い野郎や。どこ見たらどれ。おい、あんた
ボコボコにしてやるよ。めんどくさいな。
秋山さん。悪い、待たせちゃったから。いえ、私も今来たところです。さっきまた堀江さんに電話したんですけど、やっぱり出なくて。そうか、まあいい。なら遺書が戻ってきてないかどうか自分たちで探してみよう。パクさんの遺書か、どこにあると思う？警察から戻ってきてるなら社長室の中だと思います。社長の遺品をまとめて入れたお盆がありましたから。秋山さん、ありました。こいつがパクさんの遺書か。あとは彼女が左手で書いた字もこれと一緒に見られるといいんだけど、どこかにないかな。そういえば社長、亡くなる直前に堀江さん宛てのメモを書いてました。左手を使って。そのメモがどこかにあると思います。ん？あの金庫は？鍵がかかってる。開けるんですか？なんかこの鍵変わった形してるね。え？見てごらん。鉛筆でも突っ込めそうな感じの鍵穴だ。ダメか。なわけないよね。あ、もしかして。それは？社長から亡くなる前にいただいたんです。少し早いけど、私のデビュー祝いにって。開いた。マジ？手紙と帳簿だ。こんなとこにあったのか。社長。おっと、社長が亡くなった日のメモだ。不在の時にちゃんとできるように細かな指示が書かれてるね。多分それです。堀江さんに宛てて書いてたメモは。つまり左手で書いた文字ってことだね。違うな。素人目にも文字の癖が全然違う。それじゃあやっぱり遺書はパクさんが右手で書いた文字を真似たものだ。つまり彼女の右手が一晩で急に治ったんじゃない限り、この遺書は偽造されたものってことになる。やっぱり自殺なんかじゃない。彼女は殺されたんだ。わざわざ手の込んだ偽装工作までされてね。やっぱり。何の音だ？何かあったんですか？人だ。
上から誰かが落ちた。おい、待て。秋山さん。なんなんやお前は。そりゃこっちのセリフでしょう。堀江ちゃん、お前がやったのか。パクさんを殺したのもお前か。ちゃん、俺やない。俺は脅されてただけや。脅されてた。頼む、見逃してくれ。俺は何も悪くないんや。勝手なこと言ってんじゃねえよ。なら、もうこうするしかねえな。最初からその気だったんだろう。ぶち殺したのか。話は後で聞かせてもらうぜ。おい、堀江ちゃん。堀江ちゃん、しっかりしろ。堀江ちゃん、今すぐ救急車呼ぶから。119番消防です。火事ですか？救急ですか？もしもし、どうされましたか？誰だ？知る必要はない。今すぐ楽にしてやる。火事ですか？秋山さん。おい、どこ見てんだよ。化け物か。楽にしたるわ。準備はいいか？
わよ。荻田さん、その顔覚えたで。荻田とかいうやつにやられたんだ。え、荻田さんが。とにかく今は堀江ちゃんを病院に運ぼう。何としても助けなきゃ。